はい、どうもこんにちは、メジナです。日本人です。どうも。おじさん、言わな、それは。え、日本人です。パクってもとれよ、おじさん。絶対違うやつ言わなあかんやろ。どうぞ。人間です。というわけで、え超重心祭ですね。まあ、これ、あいつまたるんや、アトスとか、アラミス。アトス。アラミスおるよな、右上。あ、お前おるわ。アラミス当たるんや。いや、左上なの、アップには入ってんやろ。左上桜やろ。左上桜で、桜でロミオ、アラミス、やっぱルシファーおるんやな。右下誰なあれ？悟空じゃん。悟空ですよ。あ、悟空かあれ。悟空の進化版がなんかでしょ。ルシファーはまあこれ限定やから絶対全部乗しとるやん。まあ、アラミスと桜欲しいな。持ってないもんな。どっちかですね。ロミオも持ってないけどな。全員が持ってないやつできる、ね。そうそうそう。やっぱ持ってないやつが一番やっぱ俺らとして衝撃はあるで、やっぱり。まあもちろんな。そうそうそう。持っとったらやっぱそれはもうだってどうしても。まあ2番線で。まあ持っとるかええかってなってまうもん。盛り上がりにちょっとかけますからね、やっぱ。おっ！これどっちなん？はい。シングル。はい。シングル。シングルでした。あ、シングルね。やっぱシングル出さないとね、男は。シングル！あー、いいわ。やっぱ、瓦礫刺さってすごいバカになったよ。瓦礫刺さって戻るやん。前さんみたいになってます。なってません。お前さんと一緒やな。しゃあ、あー、来い。何にしないの？来い。確定か。何が来るんないからな。シャッター。これもうストライクショットが確定演出しかないもんな。シャッター。欲しいっすよね、やっぱ。あー、シルフね。前さんってシングルで何回弾きました？5回弾いたの、俺。5回か。1回5回行ったっか。5回行ってからの。あ、4回、4回行ったやん。ですね。まあ、多分出ちゃうんですけどね。どうせ。まあ、ほんま超重いから来いよ。まあ、出やすいもんな。まあ、かなり10連したらもうほぼ出ますからね、100%。3台出たもんな。こうじゃわ。奥さだ。まあ、いいよいいよ。これがすごいよ。この感じで行きましょう。いらんな。パパッとやっぱね。あ、パパッとやっていいんじゃない？スムーズに行かないとやっぱ、ちょっと出てこないですよね。来た。はいはいはい。ちょっと感動するからな、ほんまマジで。久しぶりに弾いたもんな、俺。確定がやっぱ欲しいですね。あー、もうジョンもほんま出るな。出る。うん。まあ、でもこいつ出るときやっぱ出る気するけどな、俺。まずシングルで2回ですね、あと。マンさんほんま出るわ。マジろ。はい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 。ストーン一挙な。いやいや。まあ、出るのはもう確定ですからね。あー。ビースト。黒猫。あと1回行きますか。黒猫ではないやろ。ほい、よいしょ。あー、怖へんな。あの、スタジオでの音声、ほんまに声優担当したいな。声優担当する。行くしょっとらー。あー、デネブ。カノプスや、カノプス。名前覚えたの、こいつの。まあ、ここから本気ですよね。ほんまは10連の方がやっぱ出るんやな、なんか。なんか、超重心さん10連やったら2、3台来るイメージあるもんな、俺。うん、あるな。お願いします。結構1体で終わることは珍しい、超重心さん。まあ、なかなかないっすよ。うん、ほんまに良いかな。これで、こいすごい、うわー、来たー、来たー、やっぱ来るやん、来るんやな、超重心さん。絶対来るイメージあるもんな。まあ、問題はね、何が出るかと。かですね、これ。持ってへんキャラや。次は持ってないやつ。桜。全員被ってへんやつ。桜と、アラミス。アラミス。これ確定でストライクショット言うときあるん？ないやろ、いや、なかなかっていうか、ないんすかね。あれ、それがあったら2体確定とかってええのにな。もうやばいけんな、そんなあった。これもしかしてそのパターンかもしれないです。ありえるな。確定の2文字がほんますごいやん。あ、やっぱこうへんのか、あれは。まあ、ないけん、1回もないもん、そんなんだって。はい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 。これ何体来るか。まあ、誰が来るかやな。結構来るっしょ。はい。我だよ、我だ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 、我お、あー、あいや、ロキや、ロキロキかかっこいいけど、ロキ持ってなかったっけ、誰も持ってない、誰も持ってない、持ってないですね。まあ、かっこいいけど、ロキこれワンウェイ50やろ、確か、威力50強いな。あら、ここで終わられへんっていうのは最近あんま見ん、こいつ影薄かったな、なんかあんま出てきてなかったね。別にキャンペーンで多分あんま強ないやろな。でもこいつのレーザーの威力半端ない、確かに。結構強いですね。かっこいいけど、見た目はどうしようかな。確定だけど、ロキ。ロキはなんかまあまあ微妙なんかな。微妙ということで。もう一回撮ってんじゃん、超重心。そうですよね。うん。もう一回。引くだけの価値ある。うん。来てくれ。あー、ちょっと待ってよ。いや、でもまあ、来るから。大丈夫、まあ、基本来るからね、基本は。まあ、いけるいける。かぶらへんから、3台来るんじゃん、3台。割れれば。え？あ、マーリンや。マーリン。星 5？ 持っとんもん。いや、違うやろ、まだ。マーリン持っとんすね。うわ！うわー！かぶった最後しかも。マーリン。マーリン持っとうってやばいな。もう持ってへんもんな、マーリン。しかも結構強いやろ、マーリン。まあ、回復持ってますからね、こいつは。うわ。これは。これは？で、また30連行くんか。電ツッパー。150。まあまあ、まだ。
目的は達成されてんからな。ああ、ある店やっぱですよね。うん、男ならやっぱね。なんか欲しいな。まだ違うやつやな。やっぱ違う。知ってくれ頼む。うわ、いや、まあ言ったよ、出るやろ。さっきみたいに出るっす、出るっすよ。だから誰が出る、まあ、誰が出るかよ、ほんまに。さくら、かなみ、さくら、どっちかもう二択、二択頼む、とりあえず、いや、頼む。う、え、いや違うやん、あれは。あれ違う、やばい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 、おー、ラスト来たこれ、さくらちゃう。あー、ラジン、ラジン強いけど確かに。あれ全然かぶるね。全然対象になってへんキャラが来るな、やっぱ。かぶるね。まあ、二体目か、アラジン。まあ、強いけど、アラジンも。アラジン、一番最初に俺が来たやつだからな。アラジン結構でも出にくかったよな。うん、もう出へんな、あれ全然。でも、とにかくアラジン強いわな。まあ、強いな。うん。いやアラジン勇者やもんな。逆に今、かぶらへんはむずいわな。まあ、無理やと思うでも、なかなか難しいわな。もう俺ほとんど持ってもとうからな。どうしようかな。あの、20回。でも、エヴァあるからな、まだ。まあ、確かに俺、エヴァのどっちかで欲しいな。うん、エヴァ結構出にくいかもしれない。まあ、譲れないですね。どんだけ。わがまますぎる。いや、これ、暴れんぼけ。譲れへんぞ。うわ、もう2択なんですよ、ほんまに。2択これで終わりましょうかね、やっぱ。え、そこで、でも。え、引いてしまうぞ。え、誰あのジジイ。あ、星音が。あー、待って、来た。え、え、来た。うわー、こいつ持っていいから、星4や、これ。シェフィールド。違う。星4やから、まずこれ。でも、あるぞ、あるぞ、ある、あるぞ、ある、ある、ある、最後。うわー。え、ついに星4、ホエモン。ですね。ホエモンやん。うわ。やっぱ、終わるって言いましたけど、終わらないです。もらそう。キリオくん。キリオくん、全部、やっぱ全部使っちゃいました、やっぱ。来い！ここで勝利か、敗北が決まってまいよ、もう。やばいな、これ。いや、でも俺の時の逆転みたいあるからな、ほんまに。まあ、ロミオと、ナポレオンを引いてから。あの劇的な勝利から。ああいうのが来れば、ほんま逆転やからな。うん、まあ、そうやな。あれは今回はちょっとあれやな。もうだいぶ敗北やな。いけると信じとるぞ。来てくれ。まあ、音はないけども、まあ、ここで、引けたらもう勝ちやろ、もうどっちかを。勝負。どっちかうやばい。なんか最初に怖かったな、ちょっと怖い。いや、でも、わかるぞ。いや、これは、やば !20 で。20で、俺も話したいから、超重視なんで、クソ敗北キスするんで。完全スルーやったね。だいぶ前やったっけな。やばいな。いや、でもまあ、完全敗北ではないですけど。まあ、一応、持ってへんキャラは何体か引いたもんな。2体。アラジンと、しとくか。ロキや。あ、ロキか。ロキに関しては誰も被ってへんやん。アラジン、ロキ。でも、マーリンが被ってるんですけど、こいつは。で、50連ぐらいしたん ?55 回ぐらいしたん ?55 っすね。56っすね。56で3体だいぶ悪い。やばい。引き出したやな。やばい。だいぶ終わってきてません、ちょっと。まあまあ、メディア持っとうっていうのはあるけどな、もうだいぶ。まあ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 。ええやつももうな。アラジンは、ヒカルさんが進化なんで、神化させようかな。あ、神化なんだ、こっち。闇耐性。耐性と飛行。ああ、耐性か。飛行かなんかじゃなかったです。どっちもだもん、これ9点やろ。確かに。多分強い、どっちも。強いですね。エナジーサークルつくんや。おお。ロキはどこ行った？あ、ロキおった、ロキ。ロキ超ワンウェイやもんな。ゴッドヨトゥム4。ごっつ名前のワンウェイレーダー、いえ、そっちやな。ゴッドヨトゥム4ってやばいな。超爆発。こっちは確か、かなりワンウェイが低くなるんですよね。そうやな、確かヘボくなるんだ。それはあれ、威力3万ぐらいあるだけあれやろ。かなり強いはずですね、これは。強いな、これ。まあ、まあ、星5率では、かなり低かったんですけど。まあ、僕が持ってない。アラジン、うん、ロキ。ロキ。うん。当てたんで、まあまあ、まあまあっすかね。まあ、よしとしとくしかないやろ、ここはもう。まあ、これは。次、エヴァンゲリオンで、まあ、やっぱり、爆発させると。まあ、ここはもうあれや、レゲエ聞いてテンション上げてきたな。バイブス上げてきたな、やろな、これ。ですね。バイブス。バイブス上げてきたな。バイブスってあれな。え？調子ってことなの。誰？テンションってことなの。そうっすね。バイブレーションってことだよ、バイブスってこと、要は。あー。バイブスマックスにして。うん。次のエヴァコラボで、まあ、はっちゃけたいと思います。うん、俺もエヴァコラボ、ちょっと本気で頑張ろう思うとは、うん。エヴァコラボはほんま期待やな。エヴァコラボじゃないけどな。エヴァコラボやけどな。どっちもええねん、その辺の。いや、それはおかしいやろ、ほんまに。いや、おかしないやん、別に。いや、それはエヴァコラボと。エヴァコラボで、エヴァコラボ全然ちゃうやん。エヴァコラボってね、いや、違うやろ、別に。エヴァでええんじゃない。エヴァゲリオン。エヴァゲリオンじゃないやん。エヴァゲリオンなんわけやん、あれって番組。エヴァゲリオンがエヴァやん。いや、エヴァゲリオンやからエヴァやないって。エヴァはちゃうで、ほんまに。ええじゃん、その場合、歯に点々なんてこと。いや、違う、エヴァは、ウーに点々で、あーあるからな。エヴァコラボなんてほんまに。だから、俺は V やから、俺は V。いや、俺は B やねん。エヴァコラボ、ほら。え？エヴァコラボ。いや、まぁ、真似してもらえよ、
バレしてエヴァーコラボで、まあ、観念しましたね今の、うん、どっちでもええんやけどな、エヴァーコラボで。マジやろ、ドクターコバか思ったほんま。全然ちゃうやろドクターコバと。というわけで、まあ、今回剣道小林って言ったのよ。全然それはこっちやから剣道小林なんか剣道小林なんか剣道小林だよ俺は。だからそれと一緒やん、エヴァーも一緒、それが違和感がある。剣道小林優との一緒に今回の話で全然それはそっちやで、エヴァーコラボ出てたんやから。エヴァーはエヴァーやほんまに、エヴァンゲリオンのバーやから、エヴァバー、うん、ブワーの方ですバーじゃない、分からへんなってたんお前その言ったことは。まあ今回は今回の重心超重心戦、まあ僕は終わりなんですけど、はい、まあ次エヴァーコラボでね、うん、頑張ろうと思います。バイキルトとバイキングとかの違いなのな、うん、もうええかなもうこの辺は。バイキルトとバイキング全然ちゃうけどなもう。というわけで、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。明日